ここではリモコナイザーが必要です。パーツをすべて動かないよ。力では解決しない。これ動かせるっすか？わしできるよ。マジ？信じるがよい。岩だとて宇宙の力で一発。じゃあ宇宙の力を一発出してみてくれない？にゃーむーなら宇宙の力を借りるためムーンストーンを集めるがよい。You
約束通りムーンストーンを持ってきたな。今まさに宇宙の力をこの身に貯めておったのだ。すげえ、詐欺みたい。ありがとうっす、とっても助かったっす。言葉の礼には及ばない。むしろもっとムーンストーンを持ってきてくれぬか。リモコナイザーのパーツと交換するぞよ。ねえ、所有は幻想とか言ってなかったかよ。すまん、力を使いすぎたようだな。しばらく静かに眠らせてほしい。後でな。眠。
来たよ。いや、持っておらん。は？存在は幻、感覚は幻、持っててもそれは幻。はいはい、じゃあ幻のムーンストーンを幻のアイテムと交換してくれよ。また悟ったな、若者。さて、もっとムーンストーンも持ってくれば現実のご利益もあるぞよ。ここではリモコナイザーが必要です。パーツをすべて手に入れ、使いな。今試しちゃダメっすよ。リモコナイザーを使うにはアンテナのついたレシーバーボットを狙って丸ボタンを押してください。
綺麗な家。いや、まあ恥ずかしいな、過去の遺産だから。世界遺産みたいな。
違う違う、メガコープ時代すっごい給料もらってたんだ。まあいいよ。で、見つけたんだろう、社員証。プロトペットはどう倒そう。これ見て。ワンワン、プロトペットはどこから来たの？コウノトリさんが運んでくるのかしらね。違いますよ、ロボット奥さん。すべてのプロトペットはここ惑星メガコープの本社工場で生まれるのです。たった一匹のオリジナルプロトペットから分裂して、それぞれに違った名前と誕生証明書が与えられます。その後、皆様に長く愛されるようちょっとしたしつけが施されるのです。なので奥さん、次はこう聞かれたら。マンマン、プロトペットはどこから来たの？自信を持って答えてあげましょう。生まれた場所はメガコープ。オリジナルはたった一匹で、それをコピーしてるっすね。その通り。本社工場にこれで潜入してオリジナルを奪い取って。カラオケクラブグルービールーブ会員カード。おっと間違い。これでオリジナルプロトペットの部屋にアクセスして。じゃあ後で別行動すんの？メガコープの警備は相当厳重。二手に分かれて分散させた方がいいと思う。いい案だ。気をつけなよ。うわっ、了解。Come on.